皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、あなたの経営を上昇気流に乗せるコンサルタントを見つけるコツについてお話をしていきたいと思います。そうですね、近年、経営コンサルタント、まあ、女性も含めてなんですけれども、教室開業集客の部門においても、数年前から比べるとですね、そういった職業の方が増えてきているなというふうに感じているんですね。もちろん私もその一人ですよ。だけれども、私がもともとコンサルタントになろうというふうに思ったのは、8年前、9年前ぐらいですか。当時はですね、ほとんどそういう方がいらっしゃらなかった状態で、例えばいらっしゃったとしても男性の方が、まあ、違う経営のコンサルタントコンサルをしている方が、まあ、教室授業もついでに見るみたいな感じでやられる方がいらっしゃるぐらいで、あんまり女性のコンサルの方っていうのがいない印象だったんですね。で、まあ、それに加えて教室数はものすごく増えていって、で、まあ、同時に合わせるようにして、まあ、コンサルの方も非常に増えていってるわけなんですけれども、私がそもそもコンサルを目指そうと思った事情と理由っていうのが、そういった先生方がですね、相談できる場所がないっていうことをおっしゃっていて、で、技術はあるのに集客ができないがために教室を閉鎖する先生がいるのがもったいないっていうふうに思ったのと、あなたのような女性のコンサルタントがいたら私相談したいのにっていう、3人ぐらいの方に会社員で事業部長をやってる時に言われたことがあって、まあ、それがきっかけで、まあ、コンサルを目指すことになったんですけれどもね。からその当時はいなかったんです、ほとんど。だけれどもここ数年でこういろんな方が増えてきていて、で、認知されてなかったんですよね。教室系のそういった授業のコンサルをする人っていう人がいるっていうことが世の中的に認知されてなかったんですけれども、まあ、そういった教室が増えたこと、あと、まあ、コンサルの人自体が増えたことっていうことで、以前よりは認知されるようにはなってきているんですね。まあ、その時にですね、今度は逆に、まあ、いろんな人がいるわけですよね。その中でじゃあ誰に頼んだらいいのかっていう、今度頼む側、クライアントイコール、まあ、教室の先生ですね、が、誰に頼んだらいいんだろうっていうのを迷うような今度事態になってきているんですね。で、今日は、まあ、その解決策として、あなたの経営を上向きにさせてくれるコンサルタントを見つけるコツっていうことをテーマにお話をしていきたいというふうに思っています。まずですね、最初に結論から申し上げますとですね、あなたの経営を上向きにさせることができるコンサルタントっていうのはどういう人なのかっていうこと、ズバリ一言で言うと、あなたと相性がいい人ということになります。はい。なんだそれみたいな感じで思う方もいらっしゃるかもしれない。だって例えば経営コンサルタントって言ったら、例えば集客のウェブの知識がものすごくあってとか、まあ、こういうことに長けてて得意でとか、まあ、いろんなことを考える方もいらっしゃるかもしれませんし、実際に、まあ、それを基準に選ぶ方とかもいらっしゃるかもしれませんけれども、いろんな方を見てきてうまくいってるなというふうに感じる時はですね、まあ、ひとえにその、あなたが信じた経営コンサルタントとあなたの相性がいいか悪いか、ここに尽きるなというふうに私は思っているんですよ。はい。なので、これからお話しするお話は、私ってすごいコンサルタントだから私のところに来なさいよっていうお話では決してございません。先に言いますけれども、私自身も、まあ、いろんなコンサルの方と組んで自分の授業を伸ばすっていうことをしてきてるわけですよね。単発的に数ヶ月とか、あと専門分野だけに特化したコンサルの方と組んでやってとか、それ以外にもずっとメンター的に付き合ってる8年とかの方もいらっしゃいますけれども、それぞれにこう選ぶ基準が私の中にはあってですね、それでその方を支持しているという、支持するというのは要するについてるっていうことで、従事するっていう方の支持なんですけど、支持しているっていうことになっているんですが、その考え方の基準値と、まあ、なぜじゃあ相性がいいコンサルを選ぶとあなたにとっていいのかっていうお話をちょっとこれからしていきたいと思います。
まずですね、相性のいい人っていうのは一体どういうことなのかっていうことなんですけどね、まあ単純にその人のこと好きか嫌いかっていうレベルでいいと思いますよ。はい、なぜそういうことを言うかっていうとですね、私自身はそんなにアイドルとか追っかけたことはないんですけれども、例えば大好きな芸能人、まあ、俳優さんとかでもいいんですけどね、その人が言うことって何でもしたくなりませんか？例えばそうですね、まあ、何かのブログに書いたことがあるんですけれども、その時そうだな、誰で言おう、まあ、じゃあちょっと俳優さんで、俳優さん兼歌手ミュージシャンでやっている、まあ、福山雅治さんっていうね、私声フェチなんで、彼の声はすごい好きだったので、まあ、例に挙げますけれども、福山雅治さんっていう人があなたがすごい好きだったとしますよね。でその福山雅治さんがですよ、例えばコンサルとかだって、であなたに例えばそうだな、まあ、じゃあ私タカ子なんでね、いやタカ子さんこういうふうにやった方がきっとうまくいくよとかって好きな人にもしも言われたらですね、こういうふうにっていう、こういうふうにっていうのは絶対にやるはずなんですよ。だってその人喜ばせたいじゃないですか。だから歌手とか、まあ、芸能人とかにね、例えばこんなことをしてほしいなんて言われたらもう死んじゃうとかっていうことをよく言う方とかもいらっしゃるじゃないですか。それぐらいその人の一言って絶大なんですよね。うん、だから全くこう技量がないとか知識がない人についちゃうっていうのはちょっとどうかと思いますけどね、本当に女ったらしのようにですね、そのお金だけ巻き上げるような詐欺に近いような状態だったりする人にお金をつぎ込んでしまうっていうことになっちゃうと、まあホストコンサルみたいな状態になるんでしょうかね、分かんないですけど、そういうお金の使い方をしない限りは、まあまあ大概知識とかは一応あってですね、それをまあどう伝えてどう教えるかっていうのは、そのコンサルタントの性質とか、まあ個性とか、そういうものと、あとどこの領域に長けてるかっていうのがあるので、まあいろいろとこう一概に一長一短があるので、それを全部いいっていうわけじゃないんですよ。だけれども一つ言えるのは、その人を信じてついていくっていうふうに決める場合にはですね、実践が絶対的に伴う必要があるんですよ。どんなに素晴らしいノウハウを知ったとしても、ご本人、まあクライアントさんであるあなた自身がですね、動いていこうっていうふうに思わない限りは全然成果が出ないんです。どんなにすごい人についたとしても。だとしたらですね、話は単純で簡単で、好きな人の言うことなら聞くはずなんですよ。その人を喜ばせたいからです、単純に。これはもしかしたら男性とは違うのかもしれないです。私は今女性の起業家の場合、ないしは女性の教室経営の先生の場合っていうことにちょっと特化してねお話をしてるんですけれどもね。だから尊敬するコンサルタントは別に男性だろうと女性だろうとどっちでも構わないです。はい、構わないです。なのでまず好きであることっていうことと、まあ、人間的に尊敬できる部分を持ってるかどうか、ノウハウがじゃなくてですね、人間的に尊敬できるところを持っているかどうか、ここ非常に重要なポイントになるかなというふうに思ってるんですね。だからそれを総合して相性がいいっていう言葉で私は表現しています。じゃあ私の実例の場合挙げていきますね。私のコンサルティングを、まあ、受ける方っていうのは、まあ、どういうところ私がいいなと思って選んでくれてるかっていうのを、入会した後にですね、私聞いたりとか、まあ、入会する前に何を私に期待をしてコンサルを依頼したいんですかっていうことも聞いたりとかすることがあるので、大まかに大体似たような属性がちゃんと集まってきてるっていうことを私は知っているんですね。で私自身の一つの特徴としてですね、なんていうのかな、自分を結構引いた目で見れるっていうことですね。あっさりと客観的な目で見ることができるっていう特徴があるんですね。すごくいろんな衣装を着たりとか、してヘッダーを作ったりとかですね、ホームページのヘッダーを作ったりとか、そのシーンに合うようなちょっと変わった特殊なことをしたりとかするんですけど、まあ、エンターテインメントの一環なんですけれどもね、
なんかね、それ恥ずかしいとかって皆さんがね思うようなことも私普通にできてしまうのは、自分が自分としてそれを見てないからなんですね。エンターテインメントの一環で高橋貴子さんっていうプロデューサーがですね、演じる高橋貴子さんっていう人を 見て指示出してるっていう、そんな感覚なので、すごいね別人なんですよ、その写真の中に写ってる私っていうのが。もちろん自分の中の一面であるのは事実なんですけれども、おそらく引いた目で見ているので、それはきっと自分が写真をやってたからだと思うんですけどね。表現者であると同時に、ディレクター、プロデューサーでもあるっていう、その立場を行ったり来たりすることができる、ちょっと特殊な目を持っているような状態が、私の個性なんですね。そうすると、そういう生徒さんからお話をいただいた時にですね、どういう自分が、支持されていて、どういう自分として見られているのかを客観的に把握しています。で、じゃあどういうところが私を選ぶ人が、ね、共通して私を支持しているかっていうと、まずそのなんていうのかな、言いにくいことをはっきり言ってくれるっていうことですね。私は歯に衣着せぬタイプの人間なので、思ったことをそのまま伝えていくっていう性質がありますので、人によってはその言葉をそのまま受け止めてしまう場合には傷ついて落ち込む方もいらっしゃるんですね。で、ちなみに私のところにいる方たちは耳に痛いなと思いつつも、それが業務改善の方向になるっていうことを伝えている。私も別に本人を貶めたり傷つけるためにそれを言ってるわけではないですからね。お客様に支持されるようにこう改築した方がいいっていうことをお客様目線で伝えていくだけなので、人によってはそれを落ち込む要因になったりする方も中にはいらっしゃいます。だけれども、それを言ってくれるから嬉しい。だからぼんやりした抽象的な話ではなくて、バサッとズバリ言ってくれる方が分かりやすくって、課題にこうトライしていく道筋が見えやすいからすごいありがたいっていう、一言で言って無機質の方が割と多く私のところにいるのかなっていう感じですね。それは私がそういうふうに伝えるタイプのコンサルだからだと思います。で、さっき言ったように客観視して見ることができるっていう一つの特質の中に、瞬時にですね、私のクライアントで状況も内容も知ってるんですけれども、例えば文章を添削してください、例えばウェブサイトを見てくださいって言った場合には全部一旦忘れることができます。いわゆる初めてそれを見るお客様と同じ目線で見ることができるので、そこで見えてくる指摘事項をバーッと伝えることができるっていうことですね。そのあたりが皆さんに支持されている点ですね。だから分かりやすく課題がパッと分かるので実行していくことができるっていうことです。たださっき言ったように相性の問題なんですね。で、それを言われるのが嫌な人は私を選ばない方がいいんです。いちいち落ち込んじゃうからありがとうございます、前に行きますっていう、転んでもまた立ち上がって走っていけるようなタイプの人は私と相性がいいです。だから誰を選ぶかっていうのは自分にとっていいと思える、心地いい、成長させてくれるとお互いに思えるような関係性の人を選ぶ方がコンサルはいいです。はい。だからその伝え方がね、いろいろあるのかもしれませんけどね。あとは技術面っていうところの信頼っていうところにおいては、その教室の先生とかに私がなぜ支持されるのかっていうと、私が教室の先生を6年やってからコンサルやってるからっていうことですね。正確に言うと4年目以降からはコンサルの方にシフトしながら教室事業を落としながらっていうのをこう重なってる時期もありますけれども、3年はバッチリ教室運営やってますね。はい、パン教室ですけどもね。で、その中の経験値で本当に教室運営に関わる細かい部分、タイムプランの組み方とか、お客様をどう招いてやっていくっていう、1日2回転3回転やらないと欲しい金額に見合わないよねとかいう話とか、金額の決め方とか自分が実際にやってきたので、それをベースにお伝えすることができている。じゃあ他業界は全く無理なんですかっていうと、別にそういうこともなくてですね
会社員時代の経験とかも混ぜながら予測値想像値で答えられる部分もあるので、それでお伝えしていく部分もありますけれども、一番まあ信頼されるポイントとしては、実際に運営をして集客をして、満席の教室を作ってやってたっていうことですね。これがやっぱり信じていただけるポイントになってるところはあると思うんですよね。だから実際に実地体験しているっていう部分ですね。あと最近の傾向で言うと、もともと私がデザイン畑の人なので、インテリアコーディネーターは建築図面設計の方ですね、そういうのを絵描いたりパース描いたりとかもやりますし、あとカラーコーディネートとかも当然勉強しますし、あとはその何ですか、インテリアの中の一環としてテーブルコーディネートとか、あとお花も勉強しましたね、フラワーアレンジメントとか、まあ、そういうものもこう女性がデザインとして素敵だなって思う領域のことを一通り経験しているし、まあ、資格も持っていてっていうことがあって、それにプラス独立する上に覚えたウェブデザインですね、これを覚えたっていう知識だから、ウェブコンサルなんだけれどもデザイン寄りの部分のスキルも通常の経営コンサルタントよりは多く持っているっていうことが、女性の、まあ、起業家なしや先生とかには非常に支持されている部分なんですね。ですからデザインのチェックも厳しいです。結構写真1枚とか、あとコピーライティングとかも含めてですけどね、この写真だと伝わらないとか、この感じだとちょっと厳しいとか、お客さんこれぐらいの年齢層で呼ぼうとしていて、この写真とだとギャップがあるとか、あとこのフォントだとこの年齢層の雰囲気じゃないとか、この色合いはこの今回伝えようとする内容とのマッチングからするとちょっと色合いが違うと思うとか、まあそういう話をする方なんですね。だから割と何でしょうね、きれいめなものを扱うような先生が最近増えてきてるかな、私のところには。もちろんお花の先生とかもそうですし、まあお菓子番お料理とか、もともとねきれいめな感じのもの、雑貨系を扱う先生でも割と何だろうな、きれいめな感じのビーズ作家の先生とか、ティアラを作る人とか、それそのもの自体、扱ってるもの自体が割と綺麗なものを扱ってる先生が最近増えてきてるかなっていう感じなんですね。でその方たちが私をなぜ支持するかっていうと、まあ、写真を教えている、写真ができる、まあ、もちろん私自身のその写真公開している写真とか、あとウェブサイトの作りが気に入ってっていう方とかもいらっしゃいますし、あと文章ですね、文章も書きます。本も商業出版ですけれどもね、こういった形の本、まあ、ビジネス書2冊出していたりとか、あとは電子書籍も10冊以上出してます。写真集であったりとか、レシピ集であったりとか、まあ、そういった、文章ですね。だからメルマガ読んだりとか、文章から、私を知って、で人となりをすごく気に入って、でこの人に習いたいみたいな形、まあ、ビジュアル的な写真とかそちらの方からのアプローチ、あと文章からのアプローチ、あとは動画ですね。こうやって動画も結構たくさん撮ってるので、動画からのアプローチっていう、いわゆるビジュアルブランディングと言われる総まとめで言うと、その領域から私を知り、そしてこの人に習いたい、この人からアドバイスもらいたいっていう、まあ、指名検索でいらっしゃるようなケースが多いっていう感じになっています。ですので私としても受け入れの体制としては、さっき言ったように、その方の経営を当たり前ですけどね、上昇させる、うまくいかせることに私はまあライズアップじゃないですけどね結果にコミットメントしたいわけですよ。っていうことは、その方が私のことをどれだけ信じて動いてくださるかっていうことが重要なポイントになってくるので、その時に私が判断する基準で見るのが相性っていうことになります。だから相性が合わない人とはお互いなんですけどね、組まない方がいいんですよ。クライアントもそうだし、あとビジネスパートナーも全部そう、全て
です。これは会社員じゃないからできることなんですよね。好きな人と好きな仕事をするっていうのをできるのは独立自営の、まあ、一番大きな醍醐味。ただしこれは割と一人ビジネス系でやってる場合にはまだやりやすいです。パートナーと組むレベルならまだ OK です。会社組織で回そうとすると若干そうも言ってられない部分も若干出てきちゃうんですけどね。それも含めて会社経営って面白いよねっていうのを感じる方は会社経営された方がいいかなというふうに思いますね。男性の方が向いてますね。感情があまり入らないからです。はい、女性の場合がですね、社長になると結構ね感情が入る部分が多いとですね、組織を回すのが少し難しくなります。女性の社長がダメだって言ってるわけじゃないですし、私も女性の一応社長なんですよ。社長なんですけども、今私が好んでやっているスタイルは下に従業員をつけるっていう形ではなく、ビジネスパートナーと10人くらいですけどね、ここの分はこの人、ここの分はこの人ということでお願いしながら回していくっていうスタイルが向いているので、それでやっているっていう形で、すぐ下に従業員がいるわけではありません。スタイルはね、人によっていろいろやっていくことができます。で、まあ、そのスタイルもどこから取ってるかっていうと、私の、師匠でありコンサルタントである、まあ、2人の、コンサルタントがいるんですけど、2人とも1人ビジネスで基本やってるからです。ビジネスパートナーと組みながらやってるけど基本一人っていう、そういう感じですね。はい、なのでそのやり方を真似してるっていう感じでやってるので、まあ、どこを選ぶかっていうのは、まあ、その人次第なんですけど、ですからちょっともう一回話戻りますけれども、相性という部分においては気持ちの部分ですね。だから好き嫌いでまず選んでいいと思います。で、そのスキルに関して、自分が欲しいスキルを持っている人を当然選んだ方がいいですよね。で、その人が発信しているものとか、私はこういうふうに動画言ってますけどね、その内容と自分がそれをスッと受け入れることができる言葉を持っている人なのかどうなのか、それをスッと受け入れることがもしもできないんだったら、その人とは組まない方がいいです。多分合わない、だから成果が出ないということです。なので、私と合わないからといってあなたがダメなわけではなく、あなたと合わないからといって私がダメなわけじゃないんですよ。相性の問題なんで、だから合う人と組めばいいっていうだけのことですね。その時にはだから、ものすごいスキルが上すぎる、例えばそうだな、30億とかを稼がせるのを上手に伝えることができる超高額な、ね、コンサルの先生がいたとして、それと月商10万稼ぎたいっていうあなたがあったって全然話が合わないんですよ。だからその人のステージに合った、コンサルタントっていうのは必要になってくる時があるので、今もちろん私は私のところにいらっしゃるクライアントさん、長年の方もいらっしゃいます。でその方は、そこに依存しているっていう形には私はさせないようにしているので、成長し続けてもらってます。そして私も成長し続けてます。その、まあ、需要と供給の関係ですよね。彼女が私の中で吸収できるものがある、ないしは、まあ、メンタル的な部分の支えになるものがある、言葉とか自分の方向性が曲がりそうになったのを整えてくれるとか、そういう部分でメリットを感じている人は、まあ、長くいてくださってますよね。で、あ、そうじゃない、もう自分は卒業だっていう時が来たら、まあ、いなくなる方も当然いらっしゃるわけで、そこに私は特に執着はしていなくって、その人のステージないしは行きたい方向が変わる場合っていうのは当然私でない方がいいケースもあったりしますからね。はい、なのでただ私としては長年付き合えるような、まあ、そういった形での、まあ、コミュニティ作りであったりとか人間関係作りっていうのを心がけているので、まあ、最初の面談とかだから結構大事にしています。相性をお互いに見ないといけないので、はい、なのでいろんなコンサルの方いらっしゃいます。で探している方もいらっしゃると思います。こういうタイトルで私がお話ししているので、今まさに誰に頼もうというふうに思ってここにたどり着いた方もいらっしゃるかもしれません。なので一つ考えてほしいのは、技術技量はもちろんなんですけど、その人のことを人間的に好きかどうかっていう、あと相性の問題だっていうことを理解して、まあ、それでコンタクト取ってみるとか、実際に話を聞きに行ってみるとかで、まあ、お願いするしないっていうのを選んだら
いいかなというふうに思ってます。この話をしようと思ったきっかけっていうのが、もちろんそのコンサルの人がね増えてきちゃってるっていう事情とかもあるんですけれども、例えばその私のところにね来ないにしてもですね、その受けているコンサルの人の、まあ、悪口っていうわけじゃないんですけれども、これこれこういうので成果が出なかったみたいな感じでね言ってるのをたまたまなんかで聞いたことがある。ファミレスじゃないけど、なんかどっか喫茶店どこだろうな、ラウンジかどっか忘れましたけどもね、でそれを聞いて悲しいなって思ったんです。私のことじゃないにしても、要はそれはその人にとっても自身にとっても不幸だし、それを見たコンサルタントにとっても不幸なことだからです。全ての人全員がね 100% うまくいくっていうことはありえないんですけれども、100% になるようにもちろん努力はしていると思うんですね。私もそうですし、そこの話題に上がった人も。だから上手に相性の合う人を見つけていかないとですね、そういう形で不幸になる。そのコンサルタントだけが悪かったかどうかは私はお会いしてないので何とも言えないし、その方の言ってる言い分が全て 100% 真実かどうかっていうのも違う面から見て考えると、独りよがりの勝手なわがままな言い分だったかもしれないので、そこはね本人に合わないと何とも言えないんです。私のポリシーは、人のことを評価するときにはですね、その本人の言葉を聞いて自分の目で見て判断したものでないと意見を言わないっていうのが私のポリシーなので、自分の言葉として言わないっていうふうに決めてるときには、世間一般ではこう言われてるみたいだけどねとかっていう言い方にして自分の意見では言わないようにはしてます。なんかあの人変でどうのこうのっていうふうに仮に言ったちょっと有名な人がいたとしても、本人に会うまでは私は自分の口から言う判断っていうのは発しないようにしています。でないと見誤っちゃうからです。その人の情報が全てではないので、そういうとこね必ず引いた目で見ちゃう癖がありますね。だから女性では一応あるんですけど、そこまで感情に流されないっていうところもあるのかもしれません。はい、ちょっとした余談でした。ですのでまとめです。あなたの、経営を上昇気流に乗せるコンサルタントを見つけるコツは、ズバリあなたと相性がいい人を見つけること、この一言につきます。でその相性にいい人をじゃあどうやって見つけるのって言ったら、発信している媒体をある程度ざーっと全部見ると、まず一貫性があるかどうかっていうので一つ判断がつくと思います。あと喋り口調とか、それが動画じゃないにしてもです、文章のトーンってありますよね。音のトーン、こう言葉の感じが好きかどうかっていう、そのあたりと、あと思想が好きかどうか、自分と共感できるものを持ってるのかっていうこと、その人自身の人間性を尊敬できるかどうか、このあたりが一つポイントになるかなと思ってますので、コンサルタント選びのご参考になさってみてください。それでは。